ですえー、聖書一日章一の時間となりました今日はこの聖書の、新約聖書のマルコの福音書の実証ですね。<laughs> はい、えー、では早速、えー、マルコの福音書実証を見ていきます。えー、マルコの福音書実証、えー、イエスはそこを立って、イエスはそこを立って、イダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると、群衆がまた、 あもう身元に集まってきたので、また、いつものように彼らを教えられた。すると、パラサイビトたちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。 申セはあなた方の心がかくななのでこの命令をあなた方に書いたのですしかし想像の始めから神は人を男と女に作られたのですそれゆえ人はその父と母を離れ二人は一体となるのですそれでもはや二人ではなく一人なのですこういうわけで人は神が結び,結び合わせたものを引き離してはなりません 家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼に言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して会員を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、会員を犯しているのです。さて、イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは,は彼らを叱った。 イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエスが道に出て行かれる。 と一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。例え先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は,私は何をしたらよいで,よいでしょうかイエスは彼に言われた。なぜ私を例えと,というのですか例え方は神お一人のほかには誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。 殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母をえ。す <laughs> るとその人はイエスに言った、先生、私はそのようなことを皆、小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈し,、えーくくえー、しんで言われた。あなたにはかけたことが一つあります。 入ってあなたの持ち物を皆売り払い、ましい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜなら、この人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福なものが神の国に入ることは何と難しいことでしょう。 弟子たちはイエスの言葉に驚いたしかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた子供たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい弟子たちはますます驚いて互いに言ったそれでは誰が救われることができるのだろうかイエスは彼らをじっと見て言われたそれは人にはできないことですか神はそうではありません どんなことでも神はできるんです。ペドロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りました。イエスは言われた。誠にあなたから告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、 姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし、先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。さて、一行はエルサイメルに登る途中であった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは,たちは驚き、また後について行く者たちは恐れを覚えた。 すると、イエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に送ろうとしていることを話し始められた。さあ、これから私たちはエルサイムに向かっていきます。人の子は、最初張、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異法人に引き渡します。すると、彼らは、あざき、椿をかけ、むち打ち、ついに殺します。しかし、人の子は、三日の後に蘇ります。 さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかし、イエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとしている酒漬けを飲み、私の受けようとする バプテスマを受けることはできますか彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の,杯私の飲む酒を飲み、私の受けるべきバプテスマを,を受けはします。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです、えー。10人の者がこのことを聞くと、ヤコフとヨハネのことで腹を立てた。 そこで、えー、イエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆の下目になりなさい。人の子をしたのも仕えられるためではなく、 書いて使えるためであり、また多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためなのです。<coughs> 彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの軍師と一緒にエリコを出られると、手前の子のバルテマイという文字の物語が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙れ。 黙らせようと、大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び立てた。すると、イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると、盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐに立ち上がって、イエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。 私に何をして欲していのかすると盲人は言った先生目が見えるようになることですするとイエスは彼に言われたさあ行きなさいあなたの信仰があなたを救ったのですするとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていった <laughs> 感謝いたしますえー、マルコの福音書の実証でしたはいえこの聖書の 言葉はあなたの心に魂に、えー、この聖書はあなたのもとに、えー、マスターとのー聖書一日一緒でしたこのマスターとの,の YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いいたしますまたこの聖書に興味がありまた関心がある方 一緒に私と聖書を学びで行きませんかそのメンバーを募集しています。感謝いたします。このマサとの聖書、一日一章でした。次回のマルコの福音書でお会いいたしましょう。マサとでした。しあげです。パシオンプロジュール。シャロム、シャロム、シャロム。